안녕하세요저는プリン将軍イムニだということで、本日の将軍の部屋ゲストは、芸歴2年目、近江の子供さんにだー。それでは早速、ステージスタートにだ。僕たち本当の兄弟です。あたあたなひらがりです。お姉ちゃんです。うわー、今日のお客さんキュンです。もっと大きなキュンです。特大のキュンです。このギャグお母さん大好きだもんね。いや、似てるけど。ありがとう。ハート。これやるとお父さん怒るよね。ねえねえお姉ちゃん、僕らさ、もう売れるの秒読みだから、ギャグやってもいい？いいよ。よし。こっちの乳首は陽キャ、こっちの乳首は陰キャ、性格合わない。合わない合わない。真ん中のひろのりは普通です。今月中にはいけそうだ ね。もう売れピロのりかわいい。本当にひろのりはかわいいね。お兄ちゃんもだよ。はい、本日の将軍の部屋のゲストは、芸歴2年目の近江の子供さんにだー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとせっかくなので自己紹介の方をいただいていいですか。はい、アニキリンでいただきました。お姉ちゃんの12歳です。レッグミおにぎり製からで12歳。埼玉県から来ました、うん、弟ひろのり25歳です。お願いします。お姉ちゃんで弟にいるね、はい、あ、そうですね。12歳で25歳、はい、ちょっと、あ、日本で数字が違う。祖国ではちょっとそれはおかしいなって感じなんだよね、それは。うんね、あの、僕もおかしいなっていうのは感じてるんですけど、うんうんうん、お姉ちゃんがなかなかね、譲らないと言いますか、うんうんうん、お姉ちゃんはね、12歳なんだもんね。こういうキャラでやってるんで、うんうん、もうあの先輩からとかもいじられるんですよ、うんうん、まあ、いじられすぎて、うんうん、楽屋で、うん、はぁって大きなため息がつくけどね。楽屋で大丈夫よ、お姉ちゃん。いや、先輩芸人さん、ガサツだから言って大丈夫じゃないか、それ。二人は本当の兄弟、はい、本当の兄弟です、お姉ちゃん。二人はなんかいい方だよね。私は弟のことが大好きなんですけど、うん、あ、もう僕がちょっと逆に引いてるくらいです。あ、引いちゃってる。はい、もう なんかもう、うん、お姉ちゃんが結構グイグイヒロノリみたいな感じで来るのが、うん、やっぱ多分弟の方は分かると思うんですけど、うん、なんか嫌なんですよ、照れくさいというか。あ、なるほど。やっぱり、うん、異性の兄弟でっていうのがなんかちょっと嫌で、うん、引いてるくらいですね、うん、僕は。お姉ちゃん欲しかったけどな。いやーいやー、欲しかったんだよ。ほんとですよ。結構ね、あの親近感あるみたいな。いや、ほんとですか。いや、ね、なんかちょっとね、シルエットが、あ、まあまあまあ、確かに近いというか。お父さん、お父さん、うん、パパかな、パパかな。この話だとなんか、はい、親に言ってないみたいな。そうなんですよ、ほら兄弟でやってるのに、うん、あの両親に言ってなくてですね、うん、芸人やってるのも、うん、近江の子供っていう言っちゃってるんですか。そうなんですよ、お母さんの名前にしちゃってるんで、うんうん、もういつバレるかドキドキで。なんでこの名前にしちゃったの。そうなんですよ、あの占いに行った
ったんですよ。はいはいはい、はい、コンビで組んで、うん、コンビ名決めるって時に、うん、で候補が何個かあって、うん、でその中の一つが誓いの子供だったんですよ、うん、はいはいはい、で字数がなんかどうやら良かったみたいで、うん、でももうちょっと足したら良くなるよって言われて、うん、あのびっくりマークコンビ名のあーだからあ、はい、2つびっくりマークをつけて、うん、で僕あのびっくりマークが僕らっていう意味も込めて、うん、なるほど2人だからそうなんですよ、はい、で字数もいいということで、うん、つけてそれになりました両親が厳しいんですよ僕ら認めてくれないんですか。でも認めてくれないんで、もういつね、うん、バレて反対されるか、うん、もう早くちゃんと働きなさいって言われるかなんかちょっとね気持ちわかるみたいな感じだからねそうそうそうなかなかねあの許可はねそうなんですよお肉にちょっと ね, あのねお堅い感じで、ね、あるみたいなねうちもねちょっと養成所をね、はい、出てってことなんですけど僕養成所のエピソードとかあそうですね、僕養成所コンビ組むってなった時に、うん、お金がなくてあ、はい、で1人35万円必要だったんですけどあ、まあ、けどお笑いにしては、まあまあ、安い方なんですけど、うんうん、その35万円も払えなくてどうしようと思ってたら、うん、お姉ちゃんが全部払ってくれました、うんすごい出させるのがすごく上手ね。いやいやいや、そんなことないよ。お母さんとかにもね、なんか車も買ってもらえる。いや25歳で車を車の免許を取って、うん、でやっぱり車乗りたくなっちゃったんですよ、うん、でお母さんにちょっと車乗りたいなって言ってたら、うんうん、次の日にカタログを持ってこられまして、はい、予算400万ね好きなのよ400って言われて、買ってもらいました。そうだね、まあ俺も戦車に、ね、乗っていや2年目でしょ2年目です2年目でいやあの、うん、電車移動がすごく面倒くさくて、うん、僕で特に、まあ、こういうね、うん、あの僕ら見た目なんで、うん、もうメイク道具とか衣装とか、うん、やっぱりいっぱいパンパンになっちゃうんですよ、うん、バッグが、うん、それでやっぱ埼玉から、うん、あの都内のライブ会場に向かうんで、うん、ちょっと面倒くさくて、うんだったら車で行っちゃえと思って車でウィーンって行ってでそれがお姉ちゃんにバレてあの調子乗ってるってめちゃくちゃ言われますね乗ってきてるのにお金ないって言って先輩に違うんですよそこはちゃっかり違うんですよどうかしてるなんでなんで僕もでも交換条件付きですよ先輩ベロンベロンになったら僕が今どう行きますあなるほど、はい、タクシーに使ってくださいって言ってそれで行かせてもらったんですよだからウィンウィンの関係なんですよだから確かにそれはウィンウィンかもしれないそうなんですよ、うん、だからそれをね、うん、なぜねあのちゃんと言わないっていうふうに将軍さんにお久しぶりなんですよ実はメイドカフェでメイドカフェでそうなんですよメイドカフェでお会いしてるんですお客さんとして来たんですかお客さんで行ったりですごいメイドさん好きでいたりあそうなんですねやっぱ可愛いんだねあ、本当ですかメイド服が好きでいたりええマジかいやもう全然思わないそんなただなんかグラムルスが絞るこうね上に出した時にうむっとすごい店だなあの告知でお二人なんか SNS とかって何かやられてますかはい、ですね、はい、僕はツイッターとあとインスタグラムをやっておりますのでは、はい、ぜひあのちゃんの方を見ていただいて、はい、もし気になった場合はフォローしていただけると嬉しいです、うんうん、お願いしますやはりのとこからお姉ちゃんにも止めるのでお願いしますすごいもう愛がすごい自分のこと言わないでちゃんと経由してそうなんですよねすごいなすごいちゃんとね僕もリンク貼ってあるんでお姉ちゃんのツイッターの方、うんはい、なんでフォローしていただけると嬉しいですあのじゃ あ, あの概要欄にねあのリンクの方貼っておきますので、はいね、登録の方よろしくお願いいたしますニダはいということで、本日のゲストは芸歴2年目の誓いの子供さんでしたニダありがとうございました。将軍の部屋、マンフェイ！マンフェイ！そしたら神様にだー。